最終的に僕が聞きたいのは、南原さんから見た僕、そんな時にさ、プライドがあるなんていうのは何の調子だと思う。今からパパとチャンスを狙ってもらえるじゃん。だから暑いのはいいけど、ありがとうございます。またもう今日はもう貴重な貴重な時間を割いていただいて本当にありがとうございます。本当にもう、僕はもう、中学校の時から、中学校の時に YouTube 見て、で、それで、岩井社長と、南原社長の、もう、嫌な争いを見たところから僕入ったんですよね。で、いきなり北海道から、昨日飛んできたの？そうです、昨日、はい、飛んできました。その前の日も飛んできたんだよね。一昨日も来たって感じですね。僕がちょうど北海道に行ってる間に、東京に来て、まあ、こんな手紙、いきなり置いてって、じゃあ、と思ってちょっと連絡してみたんだよね。いや、ありがとうございます。本当に。で、朝早くから、また今日来て、はい。で、これで、今夜北海道に帰るの？帰ります。はい。もうちょっと仕事があるので、こう人生を進めていく中で、まあ、そして、あと慎重に、こう行くところと、あとここだっていうこの勝負時っていうのは、どういうふうに南原さんは見分けて今までやってこられたんですか？難しい質問だね。ちょっと抽象的かもしれないですけど、でもね、それはね、質問したい気持ちはよくわかる。やっぱり勝負時ってあるし、そのここで大きくかけるっていう時があるんだよね、まあ家事の例にとってはいけないけど、例えばこう淡々とやって大きくドーンとかけて勝っていくみたいな。まあそれってビジネスの世界にもあって、まさに勝負時ってあるんだけど、それをさ、こう、簡単に一言で言えるようなコツとかツボがあったら、みんな成功してると思うんだよね。それはまあ、自分の業種、業態、やりたいことによって磨き上げていって、まあ、っていうものは僕はあんま信じないけど、その結果をこう分析して、その時にきちんと行動に移れる力をつけておくことによって、まあ分析力とかね、調査力っていろんな言い方あると思うけど、そのいろんなことをこう自分たちがやってる業務の中から毎日日夜こういろいろこう勉強していったりして、で、かつそこに対してこうジャンプできるようなこう、例えば、多少人員の余裕がないとさ、こう何かボーンってやるときにこう、自分一人じゃ飛んでっても後がついてこないとかさ、準備がないといくら勝負時が来ても何もできないからね。だからその準備をして勝負をかけれるチャンスをきちんとこう拾えるように、まあアンテナを高く張り巡らさせていけば、まあちゃんとそこの勝負ができると思うけどね。もう日頃から備えておくっていう。だから僕なんか単純に偶然、ただの車屋の輸入屋からディーラーになったわけでもないし、なんか、ただ単に勝負時が来てインポーターになったわけでもないよね。きちんと勝負する算段をして勝負だけだから。僕が会社にずっと勤め上げていくとしたら、学ばないといけないことと、あと、捨てないといけないことだったりっていうのもあると思うんですよ。若いうちにいらないプライドは全部捨てとけって僕言われたことがあって、その通りだなと思って今までやってきたつもりではいるんですが、勤め上げていく上で必要なプライドと、そうじゃなくて起業して、起業が全てだとは思わないですが、自分でやっていく上で必要なプライドって、その違うものがあるとしたら、どういったものがあると思います？まあ、僕の場合で言うと、僕はあんまこう、プライドを持ったりとか、格好つけたりしないんで、どっちかっていうと僕はバタ臭いって言ったら変だけど、旅館で風呂も洗えば、まあ、気取ってるっていう言葉とプライドは合致しないけど、プライドの高い人たちってなんかいっぱいいるじゃないですか。僕、相変わらずすき家の牛丼も食べてるし、でも、牛丼食べなきゃいけないっていうほどお金はなかないかもしれないけど、今世の中には十分なお金があれば絶対牛丼食わない。それがプライドだっていう人もいるじゃないですか。で、僕そんなの馬鹿げてると思ってるから、まあそのプライドの意味が
例えばこれだけの事業をやってるってプライドがありますよと。でも僕にとってそのプライドっていう言葉はあんまり意味をなさない。確かにいいプライドもあるんだよ、世の中には。はい。でも僕はそれあんまこう感心しないな。いや、その、ある程度のプライドを捨てろとかさ、その、そういった言葉って僕にはその、無駄。それがもう、すでに、自分の生き方を邪魔してるというか、生きづらくしてるっていうことになりますか？いや、そんなさ、プライド持てるほど別に大した人間じゃないし、まあ僕もそうだよ、もちろん。そんなね、23歳でさ、どんなプライドがあるのっていう話で、はい、可能性はあるよね、ただ。だってさ、まあ、これも僕が何度も言ってる話だけど、小学生が総理大臣になりたいって言ったらさ、頑張れって頭が出るじゃん。はい。まあ、例えば、還暦過ぎた僕みたいなやつが総理大臣になるって言ったらさ、周りの人はお前ボケたかっていうよね。つまり、可能性の幅っていうのは若ければ若いほどあるっていう。そんな時にさ、プライドがあるなんていうのは、無用の長物だと思う。なるほど。うん。全く必要ない。ありがとうございます。でまあ、僕が23歳の頃ってのはまだ自動車屋さんを始めて駆け出しの頃。もう本当に自分で毎日あちこち走り回ってたみたいな感じだし。で、まあそうだな。記憶にあるところで言うと27歳ぐらいにはもう中東のドバイに行って車を知れて、当時アラブの自動車商人って呼ばれてた。はい。まあ、今からでも全然遅くないし。人それぞれだと思うけど、例えば君の場合だと、無駄に35歳から起業しようと思わずに、もう今から淡々とチャンスを狙った方がいいんじゃないかな。はい。そのチャンスっていうのは、うん、日常の中に落ちてるものなのか、それとも自分はこういうことがやりたいかな。だからその、そこを見てやるものなのか、うん、どういったものがあるんですか？そうだね。よくさ、その、みんな言うんだよ、ナンバーさんがいいとか、だからその、チャンスが回ってきてるとかって言って、でもこれってやっぱ狙って取るもんなんだよね。そんなさ、偶然拾えるものじゃなくて、準備してるからその、運がつかめるっていうか、チャンスがつかめるっていうか、だって、このぐらいのところボールが飛んでくるとして、ぼーっとしてたらシュッていっちゃうわけだね。はい。ちゃんとこう、自分がしゃがみ込んでボールが来るのをこうやってみんなから、来た時にこう、パンとジャンプできるようにしとけば棒を捕まえるよね。はい。その体勢を整えてないと、来るボールも捕めないよね。うん。それもっと言うと、そのあまりにも大雑把だと、365度ずっと見てないといけないから、例えば自分でやりたいことあるじゃんね。そういったことに対してこう、状況をこう見ながら、チャンスを捕めるようにしといた方がいいんじゃないかな。はい。ちょっとぜひ聞いておきたいなと思ったのが、うん。経営をしていく上で、あと、一人間としてこう生きていく上で、これはやっておかないといけないなって思うことだったりって僕はあると思うんですけど、逆に、これだけはやらないんだって決めてることとかってありますか？うん、人間として生きていく上でっていうのと、経営をしていく上でっていうのは、まあ、そんなに同じことじゃないと思う。はい。まあ、経営していくっていうと、僕ら、その、企業をやっぱり大きくしていきたいから、まあ、きちんとした組織で回していきたいと思ったし、例えば、まあ、いろんな経営者の人いるからさ、喫茶店を経営してて、1店舗から増やしたくない。毎日お客さんの笑顔を見て、自分が話をして、自分の幸せを追いながらお客さんの幸せも追っていくっていう人もいれば、まあ、10店舗にして、やがて100店舗にしていきたいっていう人もいるじゃないですか。そうすると、その経営理念とか経営方針って違うと思うんだよね。だから、それは自分の経営理念とか作らなきゃいけないから、まあ、もちろん経営方針も。だって、店をたくさん作った人が必ず幸せじゃない。でも僕なんかだと、会社を大きくしていって、たくさんの人たちに給料を払って、みんながこう、でも最低でも思うのはみんなが楽しい会社がやりたいと思ってるよね。みんながつまらんような会社やってもしょうがないからさ。
まあ、人生も、その、ずっとこう、なんていうのかな、ストレスを感じていくよりは、やっぱこう、人生が楽しくないと生きていけないと思うんだよね。ある意味その、経営と人生との、同一の目標っていうと、さっきは違うって言ったけど、まあ、楽しくなきゃダメだと思う、ね。楽しいっていうのは、どういう、その楽しいやつか。それもいっぱいあるじゃん。はい、ああ。あ、もう全部含めて。そう、ワクワク、ハラハラ、ドキドキも楽しいんだよね。僕なんかだと銀行からさ、何億も金借りて、で返せって言われながら、次の銀行からお金を借りて渡り歩いていく、あのストレスのめちゃめちゃでかいスリルみたいなもの。でもそれもさ、楽しいと思ってやってるんだよね。はい。じゃあちょっと、ちょっと、最後にさせていただきたいんですけども、うん、今、こう、始まりからこう、お話しさせていただいて聞いてもらって、うん、あの、僕っていうこの人間、あの、コンヒロヤは、うん、こう、どういう人間で、こいつのこういうとこおそらくダメだぞ。うん、お前ここ直す。それさっきから何回も言ってるじゃん。いや、はい、それを。だから、熱いのはいいけど、はい、その慎重になれっていうところで、はい、まあそんなことしてるとどっかで必ず事故になるよ、みたいな、はい。そこはダメなとこだよ。はい、まあ、いいとこでもあるけど、過ぎたるは及ばされたとして、はい、ちょっと気をつけて、慎重によ。はい、書いて。そう。はい、貼っておきます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ええ。まあ、なんか役に立ったんだったらよかったよかった。